どうも、ビオスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。どうも、メガネ家電です。ねえ、やってみました。それ、メガネ家電でございます。聞き間違いかな。家電でーす。家電です。また。チャリできた。第2弾ですね。第2弾。はい、さあ、メガネ家電出ましたよ。久しぶりですね。まだ面白いものを見つけてしまいました。はい、今回ですね、はい、高級品。高級品めちゃくちゃ面白い高級品見つけた。はいはいはい。呆れるよ。はい。なんぼしたかと思ったら、はい、呆れるよマジで。まずじゃあ値段から。19,800円。アマゾン価格でございます。19,800円。800円でございます。高級品ですね。そう。はいはいはい、ビアスチャンネルの予算もね、空っぽになり、はいはいはい、なりますよ、もう。皆さん、投げ銭お願いいたします。そう。ということで、今回はですね、はい、ウイスキー。まあ、ワイン、はい、お酒いろいろあるじゃないですか。はいはいはい。あれ、この、注いだ時に、こう、みんなスワリングしますよね。はいはいはい。スワリング。あと、まあ、デキャンタで、クッキーとか、ね。デキャンタで、ね。はいはいはい。今回面白いのはね、はい、ウイスキーとかワインとかに、エアレーションかけて、はいはいはい。あらかじめその液体の中に、もう空気を含ませて注げるっていう、素晴らしい、画期的な、現代文明でございます。第1弾のメガネ家電は、うん、グラムをしっかり測れる。そう、あの、量をしっかり測れる、はい。でもあれもなおかつ、エアレーションも入ってたらしいんだけど、はい、今回はですね、それを量化するエアレーションの。あ、じゃあ今回特化してるの？特化してる。いかに、はい、生酒を、言い方があれなんだ。あの、ストレートの酒を、はい、美味しく飲ませるかっていう家電。じゃあ、紹介してください。よし、じゃあ、今日の家電はこちらです。ワインエアレーター。ウイスキーも使えるよ。ワイン全面だけど、ウイスキーもいけるんですね。ウイスキーもいけるよ。はい、もう前回あれやったから、はい、今回はバッチリ。もうとにかくですね、まず、はい、なんかいろいろもうハイテク、ハイテクどころが、なんかいろんなの受賞してますんで、もう、攻撃がやめぐらい受賞してますよ。ちょっとよくわかんないですけど。ということで、ちょっとね、中開けていきましょう。ちょっと開けてもらっていいですか？もううんちく飾らないといけないです。家電屋なんでね、電気屋ちょっとね、調べてきました。はい。世界初調整可能なワインエアレーター。特許技術による、通常は手間のかかるエアレーションというワインを空気を触れさせる作業ボタンを押すだけで瞬時に行い、ワインの渋みを抑え、本来の芳醇な風味を引き出しますよと。ご家庭で気軽にソムリエが入れたようなワインも味わえます。そうそう。はいはいはい。ウイスキーの話が一切出てないですよ。ウイスキーも使えるよ。ワインが目覚める。え、瞬時にエアレーションして本来の風味を引き出します。ウイスキーも使えるよ。エアレーション量を調整できます。調整ダイヤル付きなので、お好みに合わせて調整できる。だから、その、泡泡加減を調整できるってことで。ただ、注意が必要です。こちらのハイテク機械。実はですね、単4乾電池6本、別売りが必要だと。なるほど。うん。なのでですね、あの、こちらの方はですね、別売りで買っていただいて、本体は本体で別で買っていただいてっていうスタンスですね。なるほど。これ見てください、もうこの佇まい。もう、令和ですよ。我々もついにまたね、こういった面白家電をね、これ、どこでね、視聴者さんがね、いや、いろいろ批判もあると思うよ。はいはい、ね、そんなことしたら、プロの立場がないじゃないかとか、はい、あくまでもこれはね、ガジェット好きの私が、こう、ああ、ああってネット探してきたもんなんで、それはね、酒のつまみに見ていただければ。まあ、やっぱその、ね、ご自宅でっていうことですから、そう、バーに行ってどうこうって話をしてるわけじゃないですか。うん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 。これはね、ちょっと楽しみだね。でもあれですね、コンパクトにこのポジショニングできるのがいいですね。これで全部中身。これで全部。おぉ、すごいね。中身のわからない金にやりでございます。はい、ということで、はい、早速電池入れでね、動作確認をしていこうと思います。なるほど。はい。面白いです。皆さん、説明書見たらですね、はい、こちらですね、本製品の使用に適したワインのタイプってことなんですけども、今、お酒のタイプなんですけども、これ、ウイスキーという箇所もありまして、アロマの発散丸、ザラザラが感が解消丸、まろやかな風味丸っていう風に書いてるんで、このエアレーションを入れることによって、本来のこう、多分ツンツンとした感じとかが消えるんじゃないかなっていう憶測でございます。はい、ということで皆さん、セッティング完了しました。はい。めちゃくちゃかっこいいです。しかもここ伸び縮みします。じゃあいわゆる大
きいボトルも対応と。そう、長いやつもいける。だからワインとか長いじゃんか。はい。それもいける。で、今回何これ？ですね。ちょっと、ワインっていうのをね、押してたんで、せっかくなんでワインカスクでも行こうかなと。これ、私のコスモさんに、マルスさんに怒られねえから、この家電でな、やって、みたいな。はい、ということで、今回はですね、はい、このコスモの赤ワインカスクですかな、ね、ワインカスクフィニッシュか。これで、いたずらしたいと思います。検証してみましょう。こんな感じで、意外としっかり収まりました。うん。じゃあちょっと入れていきます。はい。ちょっとグラス持ってもらっていいですか。エアレーション、マキシマムマックスでいきます。いわゆるフルパワーですね。フルパワーでいくんですか。はい。いきます。はい。もういいんじゃないですか。あ、結構、シュワシュワ、すごいですね。ああ、泡。こんなに泡立ちよくいくんですか。じゃあこちらもいきましょうか。ああ、2回目。はい、いきますよ。いいですか。はい。マキシマムエアレーション。すごいな。こんなすごい泡立たせた紅茶みたいな。すごい、まだ気泡が。確かに。これ見てわかるかな？わかんねえかな？気泡がすごいあるんすよ。細けえ気泡がね、まあ。いわゆるその空気を触れさせて、味がどう変わるかってとこですよね。すげえ。じゃあ、どういうふうに味が変わるか。はい。じゃあ、まず通常から。通常から。皆さんから言うと右手が普通についたやつですね。はい。はい。じゃあ、ちょっといただきます。まあ、僕の知ってるやつ。タンパク質の話しますね。ああ、だからその、あれでワインの、タンニン感とか、甘みとか、割となんかコク感に感じるな。しばらく経ったからか、知れないですけど。うん。なるほど、なるほど。まあ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 。まあまあ、この味だね。この味だよ。この味だ。まあ、コスモの、ワインフィニッシュっていう感じのね。はい、ルーティンな香りが、しっかりしよう。じゃあ、こと、マキシマムエアレーションでやったやつ。マックスでやったやつね。はい。まだ気泡がいい。あ、わかった。はい。ワイン感強くなったと感じる。なんか尖ってますよね。尖った。なんか本来空気を触れさせたりしたら、マイルドになるのかなと思ったんですけど。うん。なんだろ、フルーティーさっていうんですか、果物感がものすごくぐわーっと上がってくる。このエアレーションしたやつ。でもちょっとまたスパイシーじゃないですか。うん。なんやろ。こっちの普通に入れた方は、まあ、なんか、回線して、まあ、しばらく経ったなぁ、ちょっとまろやかになったなって感じしたんだけど。あ、確かに。回線したて。回線したてかなっていう、フレッシュさ。うん、尖った感じ。が、確かに、これ書いてある通り、なんか、蘇らせるとかや、いろいろ書いてあったやんか。はいはいはい。それ、かな？あれ、僕あんまり聞いてないからわかんないですけど、書いてあったんですか？書いてあったんだよな。はい。空気を触れさせることによって、ワインの渋みを抑え、本来の芳醇な風味を引き出すよ、と。なるほど。芳醇さ、芳醇さが出るか。なるほどね。じゃあ、フレッシュな状態に戻すみたいな。画期的なマシンじゃない、これ。確かに、でもね、正直全く別の味するんですよ、これ。確かに、全然違うよ。だから、どっちが好みとかは置いといても、やっぱ全然違うんで。新しくなった感じするわ。確かに、このちょっとフレッシュな感じになってますよね。いやー、不思議だ、なんでや。ね、面白い。ちょっとね、アルコールのトゲトゲさもそんな感じねえわ。こっちしっかりアルコールのいい感じのこの匂いっていう香りするんだけど、液体の匂いしかしねえ。まあ確かに空気ガッと入れるからアルコール感は薄まるような気がしますよね。いや、なんでだ。ちょっとピリピリしね。炭酸みたいな感じなのかな、なんか空気入ってるから。ピチピチ。ちょっとスパイシーさが出たというか。まあでも、あれは不思議だ。自宅でね、飲むのであれば、こういうのもいいかもしれないですね。意外と、いやいや、ウイスキーにこういうのってちょっとないよねって思う人いるかもしれないですけど、もしだけど、いや、ちょっと開けたてのあの感じもう一回飲みたいなーっていう人は、確かにこちらの家電ちょっとね、
2万円っていう、ちょっと高級な、まあ、高級なりの、うん、なんだ、結果は出たけど、うん、これ面白いなぁ。やっぱし、こうやって、古くね、長い間置いてる店といっぱいいると思うんですよ。うんうんうん。って言ったら、ちょっとその味変というかね、うん。まあ、ちょっと空気入れてとかっていうのはありかもしれないですね。え？すごいな。思ったより変化があったんで、だから、好みでね、いや、どっちがいいってのは言えないですけど、違いはすごいあるんで、試してみる価値はありますよね。これ、オフ会で使おうぜ。面白そうだ。みんな体験してる。確かに、確かに。そしたら、オフ会でこれやって、飲み比べてもらうってのもね、じゃあ、なるべく古いボトル。古いボトル。だから、古いボトル持ってきてもらえたら、もしかすると60年前のやつが、2023年バージョンになる可能性はある。あるし、改正してから長いやつね。ああ、確かに。もう1年にね、改正してなかったやつとかを飲み比べるのは面白いですね。うん、あ、それはいいね、うん。これちょっと、正直、最初、うわって思ったけど、ごめんね、ごめんね。すげえわ。これすげえわ。まだ意外とあれだね。なんか、リアクションが大きいね。いう、なんか、正直、まあ、これ、ぶっちゃけ、まあ、計量多分できねえと思うんだよ。うん、けど、計量できねえけど、楽しむ。飲み物として楽しむんだったら、これ、マジで面白い機会だと思った。こん、だってまだ泡あるじゃん。細けえやわ。すごいね。科学の発展っていうものはすごいな。確かにそのワインと比べて、ウイスキーとかこうやって開けてから寝かせてる期間長い。ああ、そうかそうかそうか。ワイン飲み切りか。ワイン飲み切りだったり、まあ、そんなに長期でね、うんうんうん、置くことはないんで。いや、いいな。いいなっていうか、ちょっと、いろいろ試してるなんだ。これ多分いろんなウイスキーでやってみたら面白いかもしれないですよね。マジマジマジ、ちょっとね、ちょっと、2万円ですね、なんか すげえなんか、うえーって思ったと思うけど、はいはい、こんだけ違ったら、おおって思うような、まあ、おおって。まあ、宅飲み専用で考えたら、うん、非常に面白いかなと思います。そうだね。皆さんもぜひよかったら。ちょっとね、面白かった。もうなんか、変な2万使うんだったら、いや、ウイスキー買うけど、でもこれもなんか、まあね、家にあって、損はない。そう、なんか、次、なんか、意外と面白かったし、ちょっとなんか僕悔しいわ。悔しい。なんか、もうすぐになんか、国境とかバカにしようかなと思ってあったんだけど、めちゃくちゃちょっと面白かった。ということで、皆さんちょっとですね、はい、もし遊び半分と言いますか、ガジェット好きならですね、ビナエラ。はい。プロ。こちらちょっと試してね、見てはいかがでしょうか。またね、僕らがね、はい、お二人やるときにはこれを、皆さんにちょっと体験していただこうと思うので、ぜひ、長くして待っていてください。いつやるんですか。はい、ということでこの動画が面白いなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ビナエラー。